はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、安須でございます。白血病闘病生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。でこの動画でね、僕みたいに白血病がんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。でそして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液は必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いします。そしてね、よりたくさんの方々にですね、献血骨髄バンクを知ってもらうために皆様にもやっていただきたいものすごく簡単なことがあります。それはグッドボタンとチャンネル登録を押してもらうことです。それをするだけで、あとは YouTube を運営している Google にある AI がよりたくさんの方々にこの安のチャンネルを勝手に表示してくれます。ものすごく簡単な方法なので、ぜひよろしくお願いします。はい、一回血が出ると止まりにくい、そんなあなたは血液の病気かもしれませんと、まあ、ちょっと怖い感じに始まりましたけど、まあ、先日の動画の続きでね、お話を進めていきたいんですけどもね、あと先日の動画のリンク先を貼っておきますので、下の概要欄をご覧ください。そんなね、血が止まる仕組みである、止血機構がね、昨日もお話したんですけども、それが成立しないのは実は血液の病気のせいかもしれません。僕もね、血液の病気でした。分かりやすく言うと血液のがんでした。でした？いや、まだ感知してるとは言えないので、まだ病気です。僕が体験した一番衝撃だったのが実は鼻血です。2時間止まりませんでした。それは2018年の1月の寒い日でした。僕の仕事は美容師です。美容室は空調を常に快適に整えておかないといけないという決まりがありますので、暖房を入れて加湿器を入れるんですけど、常にね、フロアにいると喉と鼻の乾燥が激しかったんです。それを回避するためにですね、今みたいに僕はこう常にマスクをしてました。お客様のカットをし始めてしばらく経つと、そのマスクがじわじわと赤く染まっていったんです。鼻血でした。何回もその場を離れてティッシュを変えて、マスクを変えて、何回もお客様にすいませんって謝りました。原因は白血病でした。もしも血が止まらなくて、しかも激しい流血ならば、それは血液の病気やと思います。血液中の細胞の何かが足りません。そんな血液の状態を調べる簡単な方法が献血です。検査結果の報告書をね、ご自宅へお知らせしてくれるのを希望すると、ちゃんと郵送してくれます。簡単な検査結果であれば2週間で届きますが、しかしですね、検査結果にて病気が発覚するなど異常があれば、1ヶ月後ぐらいにですね、またそのお知らせが届きます。献血であなたの健康状態がチェックできます。あなたの体のために献血をご利用ください。そして誰かのために献血にご協力をお願いします。今日は以上です。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思ってもらいましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、よりたくさんの方々にこのチャンネル、この動画が届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。